シュドエスト SE161 フランス空軍の SE161 シュドエスト SE161 ラングドックはブロックメガバイト160をもとに開発されたフランスの4発旅客機であるこの機は1940年代末から1950年代にかけてエールフランスとフランス空軍で使用された s e 六十一はもともとブロッシュメガバイト 161として設計された。初期の12座席旅客機の試作機ブロッシュメガバイト160登録番号 G アワブは1939年9月に初飛行を行った。しかし同月に勃発した第二次世界大戦とその後のフランスへのドイツ軍による侵略の影響を受けて、この機の開発の進捗は遅く、ドイツ軍による侵略後に設立された新独政権である BC 政府は1941年12月に生産に入るように命令を発したもののテスト飛行は1942年1月まで終了しなかった。さらにこの遅れを受けてエールフランスとルフトハンザ向けの20機の生産の進捗が届こうった。もろもろの遅れは1942年にルフトハンザから注文を受けた機体を完成させることに ドイツ的な工場従業員がサボタージュを行ったことが原因であった。1944年の自由フランスと連合国軍によるフランス解放の後、臨時政府は1945年9月27日に初飛行した SE-161 と改名された最初のシリーズ量産機の生産を再開することに認可を与えた。ラングドックは2枚の垂直尾翼と方向弾を持つ。 全金属製の型持ち式、低翼単用旅客機であった。5名の乗務員と、標準キャビンには33名の乗客が搭乗でき、キャビンは24名用に減らすこともでき、あと2955年には44名用に、増やされた。引き込み式のオーリン式交着装置を持ち、4機の 1150HP を発生する、ノームローン 14N44、45、 生型エンジンを主力前園のエンジンナセルに装備していた。エールフランス、フランス空軍とフランス海軍向けに総計100機が製造された。唯一の輸出先はロット、ポーランド航空で5機を購入した。1946年5月28日にエールフランスのパリアルジ間に就航する前に161はラングドックと解消された。 エールフランスは10月までに本機を路線から引き上げたが、これは降着装置とエンジンの問題だけではなく、ラングドックが当機の運用に耐えられなかったからであった。1947年にラングドックは、プラットホイット 2R-1830、エンジンに乾燥脂肪氷装置、客室の暖房装置を取り付けた SE-161P7 となり再度就航した。 本機はすぐにヨーロッパ路線で一般的な機体となった。就航させるにあたりそれなりの費用がかかったが、ラングドックはダグラス DC-4 やビッカースバイカウントほど信頼性のある機体ではなかったのでエールフランスは本機をフランス軍に売却する手配をした。10機のラングドックが観測用の窓と捜索救難用の捜索レーダーを装着した大きなゴンドラを 同体化に取り付け、5年間この任務に就いた。フランス空軍は生産ラインの終了間際に、心臓のラングドックを取得した。これらの機体は、特徴のある4枚ブレードのプロペラを持つグロームノーム 14R エンジンを装着し、1951年から1955年まで輸送機として使用された。ラングドックの軍隊での最大の顧客は、フランス海軍で、 数年間にわたり様々なモデルを25機運用した。1949年に最初に配備された機体は、長距離輸送機として、後に広報士と御座要員を養成するための機上訓練機として使用された。機上訓練機として使用された機体は、機種のレーダーと胴体下の吊り下げ式レーダーを装備した。1959年にラングドックは、フランス海軍から退役した。 数機のラングドックが1958年にシャルルド・ゴールがアルジェリアを訪問した際のテレビの生放送のために空中中継機として使用され、4機が実験用のラムジェット機の母機として使用された。しかし、1950年代後半より大型旅客機、輸送機のジェット化が進み、フランスからも主度カラベルが就航し、販売を広げたことや、 それにより信頼性の高いアメリカやイギリスの大型プロペラ輸送機の中古が広く市場に出回ったことを受けて1964年に最後のラングドックが引退したブロック161から 01900HP を発生するノームローン 14N 製型エンジンを装備した試作機 SE-161-1150HP を発生する ノームローン 14N44-45 製型エンジンを装備した量産型。ロットの機体はノームローン 14N54-55 エンジンを装備し、後にノームローン 14N68-69 エンジンに換装した。フランス海軍の機体もノームローン 14N68-69 エンジンを装備した。SE-161-P71 220HP を発生する、プラットホイット 2R-1830、シック -3G エンジンに換装したエールフランスの機体。エジプトフランスレバノンポーランドスペイン。ありがとうございます。